こんにちは、レイです。これまで70年の歴史のある F1 の世界には多くのドライバー、そしてチームが存在していました。現在は全10チームで落ち着いている感じがしますが、1980年代には15から20チームも参戦していたんですよ。彼らの多くは自動車メーカーが運営するワークスチームではなく、一個人が立ち上げたプライベーターチームでした。昨年、40年以上 F1 参戦をしてきたウィリアムズがチームを身売りし、創設者一族は F1 から去ってしまいましたが、プライベーターチームは常に深刻な資金難に見舞われていると言っても過言ではなく、夢の F1 への道を切り開いたとしても、あえなく散っていったチームがほとんどなのです。今回はその中の一つ、日本とも非常に強いつながりがあったチームをご紹介しますね。そのチームとはズバリ、コローニです。コローニはイタリアの F3 の競合チームとして、1987年のイタリアグランプリから F1 に途中参戦したチームです。当時の F1 は非常に多くのチームが参戦しており、予選の前の日である金曜日に予備予選が実施されていました。それほど厳しい状況下でコローニは参戦したチームだったのです。ドライバーとして1986年イタリア F3 チャンピオンを取ったニコラ・ラリーニがハンドルを握ります。スペイングランプリでは結果的に最後尾でリタイアとなってしまいましたが、見事に決勝進出を果たしていました。コローニはオゼッラからスポット参戦していたガブリエル・タルキーニを獲得しました。ガブリエル・タルキーニは後に WTCC でもハンドルを握り、WTCR に変わった現在でもトップドライバーとして活躍しているんですよ。コローニは性能的に非常に劣ると言われながらも、ガブリエル・タルキーニのドライビングテクニックが光り、シーズンの約半数にあたる計8戦で予選通過を果たしていました。1989年にはドライバーをロベルト・モレノとピエール・アンリ・ラファネルにチェンジしたものの、相変わらず厳しい戦いが続いていました。そんな中においてもロベルト・モレノがスペイングランプリでコローニの最後となる決勝進出を果たしたのです。1990年にはベルトラン・ガショウ、1991年にはペドロ・チャベス、シーズン終盤には日本人の服部直樹がスポット参戦を果たしましたが、結果的に前線予選落ちとなりました。このように非常に厳しい戦いを強いられたコローニですが、とにかく予算がなく、1991年を最後に F1 から撤退してしまったのです。その後、イタリアの靴メーカーの社長であるアンドレア・サセッティに売却され、1992年にアンドレア・モーダとして再出発するのです。ところがこのアンドレア・モーダは、アンドレア・サセッティがベルギーグランプリの会場で通関書類偽造で逮捕され、チームとして追放処分を受け消滅しました。1989年からはチームの株式の半分を日本のスバルが買い取り、 F1 初参戦を果たしていました。なんとこの時の金額はわずか1億円だったと言われているんです。チームの株式の半分がこの金額だったことを考えても、いかに低予算で運営されていたかがわかるでしょう。実際に F1 最終年となる1991年のマシンは前年のレギュレーションのままで、マシンの新規開発すらままならない状態でした。この極貧チームのコローニはもちろん予算もありませんでしたが、開発体制もあまりに貧弱すぎて、当時の買いカテゴリーだった F3000 でも勝てないとまで言われていたのです。当時マシーンに搭載していたスバルのエンジンもあまりに非力で、ベルトラン・ガショーにはとにかくエンジンが欲しい、できればコスワースがいいとまで言われてしまいました。資金不足の末、開発も遅れ、戦闘力も全くない状態だったのがわかるでしょう。結局スバルのエンジンもイギリスグランプリで別れを告げ、フォードコスワース DFR に変更します。 DFR は信頼性の高いコスワースエンジンでしたが、設計的にも非力で、知られた DFZ の後続エンジンでした。 DFZ が登場した当時、ホンダやフェラーリはターボエンジンで1000馬力とも言われた時代です。
その中で575馬力程度だったと言われている自然吸気の DFZ では戦いにもなりませんでした。しかしこの DFR は市販版であり、チューニングして戦っていたチームはいくつもあります。全く成績を振るえなかったコロニーにはこのような技術もなく、技術者を招聘するお金もなかったのですから、戦えるわけがありません。1991年でこの DFR も引退します。それほど非力で戦闘力に欠けるエンジンを単体で購入するのが資金力不足に悩まされるコロニーの限界だったのです。あまりにも貧乏で極貧ともいえるコロニーですが、とにかくスポンサーも見つかりません。そこで1991年の日本グランプリでは、なんと一口2万円という形で個人スポンサーを募ったのです。ドライバーは全日本 F3000 で知られていた服部直樹で、この後のオーストラリアグランプリにもスポット参戦します。その効果もあって、コローニのサイドポンツーンの上に日本人も数多くいた個人スポンサーの名前が細かく書き連ねられました。学生でもお金を工面して個人スポンサーに名乗りを上げた人まで現れたのです。あまりに細かく名前が書かれたため、まるで体全体にお経を書いた耳なし法一だと揶揄されたほどでした。それほど多くの人から小口の資金を集めたものの、全く戦える状態ではなく、予備予選を通過できずに終わったのです。そうなると服部直樹もペイドライバーだったのではないかと思われます。貧乏なチームでは持参金持ちのドライバーを歓迎するのは今も昔も変わりません。しかし後に服部直樹本人がペイドライバーとしての打診を受けたが、ギャランティーどころか交通費までコローニに出資させたと言っています。 F1 に参戦したドライバーの中でも初めて持参金なしだったのではないかと思うほど、持ち込みのスポンサーなどは大きな意味を果たしていたのです。極貧だったコローニですが、 F1 撤退後にはイタリア F3 で活躍しており、その後は国際 F3000 にステップアップし、ユーロ F3000 においてはシリーズの運営までしていたんですよ。このようにコローニは F1 で全く活躍できない弱小チームでしたが、夢を追い続けたその勇姿はまさに称賛できるものではないでしょうか。現在の F1 は予算制限が導入されましたが、実際はポイント獲得すら期待できない下位チームであっても年間で200億円近い金額が必要となるので、現実的にプライベーターが F1 で夢を叶えることすら不可能ということになってきています。それを考えると、当時の F1 では結果的に思うような成績を収めることはできなくても F1 参戦という夢を叶えることができたので、そういう意味ではいろんな人たちにとって魅力的な F1 がそこにあったのかもしれませんね。彼らは記憶には残らなかったものの、確実に人々の記憶には残っている方でしょう。皆さんの記憶に残るプライベーターチームはありますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。起立、礼、みんな明日も頑張れ。またねー。